今日は7日目の今お昼なんですけど、もうちょっと1週間経ったっていうのもあるので、このケージから放牧させてみようかなって思っております。まあ、チャチャさんの反応もしっかり、まあ、カプリちゃんは出たい出たいってなってるんですね今。はい。うん、まあこんな感じやし、ちょっとね一旦放牧してもいいかなと思っております。でここに出してみて、もうどうしてもチャチャさんとね合わんってなれば、まあ一旦またケージに戻して育てようかなと。それかまあ奥の部屋、コスモちゃんがおった部屋をちょっともうちょっと暖かくして広々と暮らそうかなと思っております。はい、オープン。どうぞおいで。腰なんね、大興奮やで。おいで。おわんじゃなくて。おいで。泣きながら腰上げてるよ。はい。でも一旦ここにね、放牧するとね、おそらく、捕まえにくいかなとは思いますね。それも以前このケージを作るときに向こうに放牧したんですけど、ちょっと捕まえるの大変だったもんね。カプリちゃん、おいで。おいで。おいで。ご飯もしっかり。朝ごはん食べてくれてますね。おいで。おいで。来た来た自分。チャチャさんはというと、なでろなでろ言うてます。喧嘩しない。よかったよかった。強い。強い。カプリ強い。チャチャさんはうざーみたいな感じでこっちにいます。チャチャさんの餌に寄っております。手突っ込んでる。昔のチャチャさんと同じことしてますね。こっち覗いてますね。起きた。ジャンプ力高。身軽やねあなた。ちょちょこちょこちょこ。ちょちょトイレに寄ってます。いや、してるな、多分。
してるな。この顔はしてるぞ。した。お、そこ行く。そこ行くのはちょっと初めてやな。チャチャさんも見たことない。そうね、ちょっともうちょっとそれ椅子引いとったら上に登れたんやけどね。上見てん？上行けるよ、上。上上、上見てん。わからんか。もう僕のことは用なしみたいな顔してとか言ってましたね。あの小娘、ただただ出たいがためににゃんにゃんアイス振りまいとったやろうな、この子。ここにね、登って寝てくれたらいいですよね。カプリちゃんの寝床はここですよっていうね。で、ご飯もここに置いて、水も置いてるんで、そこは多分もう認識はしてると思うんですけどね。こんな顔です。すっごい渋い顔してる。まあ特に追いかけるとかはもうなかったっすね。私は今後どうなるかわかんないんですけど、このケージで一緒の空間で過ごさせて見させるっていうのは、まあ良かったなとはちょっと今思ってますね。カプリちゃんとの相性が今のところいいのか、ちょっとそこは不明なんですけど、まあ様子見たいと思います。お、登るよ、登りそう。あとさ、踏み台に一回乗らんと。爪研ぎに乗って上行くとよ。落ち着く場所がまだ見つかってない感じするよね。結局、落ち着くとこが見つからず、ここに避難しております。なに、思いのほか気に入るとこ見つからんかったん。はい、また出ておいで。ここ開けとくけね。でもね、カプリちゃんはちょっとチャチャさんと遊びたいみたいで、ずっと視線を送ってるんですよね。なんか叫んでるし。何って。お。行ったテンション上がってる。遊んでほしいんや。おスリスリしよう。チャチャさんが嫌がってるじゃん。戸惑ってる感じかな。シャーって言われた。調子乗んなよっていう。カプリちゃん振られちゃった。大丈夫よ、またトライしよう。でも今のシャーも面倒見た一部なんかな。先輩猫としての私がボスだからなっていうのを言った気もしますよね。頑張って耐え抜くんだ。はいはい。よしよし、はい、はいはい、スリスリしたいっちゃうね。